どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。本日もねスマブラ SP やっていくんですけども、本日は、別に特にね何か、こうお題があって題材があって企画ものでやっているわけではないので、結構淡々とねやっていく感じにはなるんですけども、ちょっとねスマブラこういっぱいいるキャラの中で、まあ割かし強い、割かしっていうかトップクラスでね結構強いのかなっていうこのインクリングが、ちょっとねもともと苦手で戦闘力30万ぐらいしかなかったんですけど、この間ねちょっと生放送で練習してたら200何十万かぐらいまではいったんですけど、前半かな210万とかいったんですけど、そっからずっと負け続けて41万まで下がっちゃったんですね。まあ下手くそなんで当たり前なんですけども、まあこの超強キャラを使ってもねなぜ勝てないのかっていうのをちょっと皆さんにね、見てもらおうかなと思って、本日はねやっていこうかなと思います。さあ攻め VS カービィ。いやなんかさ、昨日ね久々にスマブラのこういろいろ操作とかのをネットでこう調べて見てたんですけど、この X と Y ジャンプボタンを2つ同時に押すことによって小ジャンプが簡単にできるようになったらしいですね。俺なんだ、ジャンプした瞬間に A を押すっていうので小ジャンプのジャンプ攻撃っていうのしかできなくて、ただの小ジャンプって技術的にねできなかったんですけど、これはちょっといいものを調べたなと思ってね。あ、そう、それでまあちょっとね下手っぴなので、何でもかんでもこうみんながくれたアドバイスを実践できるっていうわけでは全然ないので難しいところではあるんですけども、まああとこういうところ気をつけたりとか、こういうのできたら多分もうちょい勝てるよとかね、これぐらい、あとはこれぐらいできると VIP ワンチャン入れるかもみたいなのがあればね、よかったらアドバイスとしていただければななんて思ってるんですけども。ほら、マジか。あ、そうやって向き変えれんの。別にね何のキャラでもいいので、1体とりあえずまずね VIP に入れてみたいななんて思ってて、一度リドリーであと5万か10万ぐらいで VIP かなっていうところまでは行ったことがあるんですよね。で他ではまだ行けてないので、うん、なんとも言えないところではあるんですけども、あ、無理か。よいしょ。なんかねこうまあインクリングってやばいな、めちゃめちゃ強いキャラでしょ。スマブラの全キャラの中でかなり上位に入るようなキャラだとは思うんですけども、まあね苦手キャラってやべえ、危ねえ、みんなそれぞれいるとは思うんですが、俺インクリングは結構その感じで、まあ、ちょっとね練習したらだいぶ戦えるようにはなってきたんですけども、それでもねまだ、勝率が非常に悪い。もう最近だとまたね3割とかになっちゃってるかな、のでこういうところ気をつけるといいよとかっていうのがあったらよかったら教えてください。よいしょ。ボムがさすごい強いんですけど、これを連発してしまうとインクがねすぐなくなっちゃうんですよね、ので気をつけないといけないんですけど、よいしょ、おい、オッケー、オッケー、オッケー。さあ、あ、まずい、つかまれたけど投げではまだ飛ばないかな。よーし、ちょっとインクを回復しつつ、パパ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 、インクリングはこの、A の弱攻撃が結構確か火力が出て強い買ったような気がするんですけど、確かそうだよね、ダメージが通りやすかったですよね。あ、待って、間違えた間違えた間違えた。よし、あ、まずしくじった。はい、危ないね。インクがないか？大丈夫、まだ飛ばない、まだ飛ばない。捕まれちゃった。まだ大丈夫、ギリ勝てるかもしれない、みんな、これはまだ。
ッケー来たということで、ね、1戦目はなんとか勝つことができたんですけど、もう本当に最近勝つ時っていうのは、ローラー頼りになっちゃうんだよね。その空中でバンバン攻撃当てて飛ばしていくっていう技術がねないので、まあもう1戦やってみましょう。さあ2戦目、アイク怖いね。アイクちょっと今回はさっきちょっと1戦目はね結構グダってしまったので、今回はもうちょっと落ち着いて戦ってみようかななんて思うんですけども、よいしょ、あ捕まえちゃった。この人も上手い人かや、ちくしょう。今ねこのアイクの直前かな、すっごい上手なねインクリングにボコられましてね、よいしょ、隙を見て OK、 ボム強いんですけどね、外れると痛いですよね。 OK ナイス、はい、あいいとこ行ったか。おラッキーラッキーラッキー、あぶね、ストック3機か今回は。だこうなんかちょっとジャンプしてそっから出すローラーが意外と刺さったりとかはするなーなんて思うんですけど、オッケー。あとはどういうのがいいんだろうね。もっとね弱攻撃を多分当ててった方がいいはいいと思うんですけど、よし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 、おー危ない、オッケー。マジでマジで、こんな感じで、あの奇襲というかね、ちょっと油断してるところに急遽ローラー持って降りていくと意外と当たったりはするんですけど、あうまいうまいうまい、あやべ、あ当たりに行っちゃった、油断、上くそ、油断大敵って言って突っ込んでいこうかと思ったらとんでもねえことになったわ。これダメですね。もっとやべ、それ何、なんかスーパーハーマーかなんかついてもその攻撃もしかしてぽいな、それっぽいな。ナイスボム、あオッケー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 、ちょっとした事故が生まれましたね。よしよし、これいいよ、こういうの当ててこう。あとはもっとあれかな、吹っ飛ばした後ジャンプして追撃って狙った方がいいんですかね。キャラによるかな、いつも自信ないから空中戦とか全部負けちゃうんで上手い人に。だからね追撃はあんまり積極的には狙わないようにしてたんですけど、やべ危ね、よし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 、結果ほら狙わないようにしてたんですけど、狙ってもいいのかな、やっていかないとうまくならないですもんね。おうまい、あやべスーパーマン、それ強いな、よいしょ、やばいな、こっから負けるとかありそうだもんな。はいはいはい、よしよし飛ばせ、 OK ナイス、あやべえもったいね、当たっちゃった、今スマッシュ入れれば勝ってたのに。よしもうこれ飛ばせますね、さすがにインクついてるし OK ということで、今回は、まあ、ほぼたまたまなんですけど、勝つ、試合がね、勝つことはできたんですけども、まあ、普段はこうはなかなかいかないので、ちょっとね、もうちょっとこういう攻撃を意識したらとか、そうすればもう少し戦闘力上がるかもっていうのがあればね、よかったらコメントでもね、ツイッターでも何でもいいので教えてもらえるとすごい助かります。まあ、とりあえず今回は、インクリング、についてっていうところでいいかなと思うんですけど、まあもしよかったらアドバイスよろしくお願いいたします。それではここまでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。